デイリービル編集長の山田です。本日は先月まで DHC テレビ社長だった山田明さんです。はい、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。はい、私もね月一で、えーはい、ビールのね宣伝をやっていたんですが山田さんと初めてお会いしたのがだからもう五六年前になります。この前ですか。そうですね。はい。あれから一番変わったのは体型じゃないですかやっぱり。 そうです、ね、1 1 2えと112キロから 77kg から 35kg ですかね、えー、今はもうキープしてる今ね幸いにしてキープできてます、えー、やっぱあの、はい、ダイエット企画がねそうなんですよ過酷だったんじゃないですかあいやあのねやっぱり慣れてきますねああそうですかこの間あのこの「デイリーウイル」で常ウさんの動画見てたんですけど、はいえー、ダイエットしてるっていうおっしゃってましたね私この1ヶ月ぐらいで あのう5キロ以上痩せまして、あ<ら>やっぱりね慣れていくると3日目まあまあまあ一、まあ、週間ぐらいですかね一週間ぐらい経つとんあんまりお腹も減らなくなるし、はい、やっぱ慣れですね。そう,そうですねあれ慣れは慣れとね僕の場合はね、はい、あの業務命令ですね <laughs> その DHC の プロテインダイエット。そうなんですね。はいはい、ああいうあの業務命令をせようとね、ええ、人は痩せれますね。まあ、確かに仕事だったらね、仕事はまあやらないといけないんでね。そうなんですよ。はいはい、それで幸いで痩せられましたね。はいはい、あの、そんななかったら絶対無理ですよ。<laughs> ななかなか、ねはい、強い意志がねじゃないと必要なわけですが、ねはい、山田さんにはもういろいろとね、はい、お聞きしたいことがあるわけですよ。そうですねあの突然僕もいなくなったりしましたんで、はい、ご迷惑おかけしましまた <laughs> でやっぱりね山田さんといえば虎ノ門ニュースのね、はい、山田プロデューサー、はい、ヤマピーとしてね。ヤマピーあの楽屋ではねあの <laughs>、はい、山根さんのこと僕らは今ニノって呼んでたんですよ。<laughs> イケメンなんでね。<laughs> いやいやまあまあ二のあの嵐のね。はい、自分で言うのもなんですけどあれですね。あの全国のジャニオタにグーで殴られそうです、ね。<laughs> ヤマピーと二の言うてまんねんで。<laughs> すいません。ええ本当ね紅白に呼ばれないかなと。<laughs> はい。で。 虎、ね、ノ門ニュースの話でねあの、はい、例えば今月号でしたら、えー、百田さんと関平さんに、はい、こうネットを「虎ノ門ニュース始末記とか、うん、いろんなね<ー>事件があったよねとか毎日新聞から抗議が来たよねとかいう話から、ねはいはい、あとね折島さんですよ折島さんにも「虎ノ門ニュース誕生ドタバタ劇」と寄稿していただいて、はい、これもねあこんなことあったんだっていうのがね驚きの連続でしたが、はい、そもそもなんですけどこれ それのむしでどういうきっかけで始まったんですか。ちょっと長い話ですけどいうか。はいもともと私ね、大阪でフリーのテレビのディレクターだったんですよ。あの局に所属してるとかではなく、フリーの VTR ディレクターですね。要はロケ行ってあの編集してスタジオでブイ出してのディレクターだったんですね。でそんなことやってるうちにあの屋敷隆人さんの公式ウェブサイトとか。 であのちょっとそこまで委員会お手伝いたまにしたり、はい、でそこから派生した有料動画サイトみたいなの勝手に、えー、あの制作会社と演者さんとかでやってたのを管理をしたり、はい、いうのでネット動画を大阪でもやり始めてたんですよ。えー、でそうこうしてるうちに鷹神さん死にますわね、えー、亡くなりましたと。そしたらあの高さんの忍会の会時に、はい え武田彦まあ,あの僕そのウェブサイトの仕事とかで武田先生とはもう仲良くなって、えー、しょっちゅう飲みに行く仲なんですよ。で実はあの、えー、シアターテレビジョンという会社の社外取締役をしていると、はい、まあまあシアターテレビジョンというスカパーのテレビ局の親会社の社外取締役をやっていると。はいえー いう話だったんですね何の会社知らないとそのシアターテレビジョンいうのが親会社が変わりますと DHC になりますとでまあ大きい資本が投下されるのでこれちょっとあのちゃんとしたテレビ番組を作れる人が必要だとそれまあその現状のシアターテレビの人どんなか僕も全く知らないんですけどテレビ経験ある人がいると。僕も じゃあ高人さんも亡くなったこっちゃし、えー、他にやることもあんまりないんで行ってみるかというので東京来たんですよ、えー、で始めます最初「シアターテレビジョン」です、えー、でほどなくして「DHC シアター」という名前になって「はい、DHC テレビジョン」になっていくんですけども、えー、まあその時にあの、まあ、スカパーのテレビ局で、えー、あのコンテンツがやっぱりその企業力なかったんでその当時、えー、コンテンツが全然ないんですよ。えー なんか2年ぐらい前の番組ずっとリピートで流してるみたいな、うん、あこれきついなっって感じやったんです、ねうん、だもうとりあえず、まあ、DHC みたいな大きい会社の看板を背負うことになるので、うん、いやその2年前のリピートあかんでしょうと、うん、でなんか新しいコンテンツいっぱい作らない,といかんと、うん、いうのでじゃあ編集戦でもいい、うん、朝の生ワイドショーをやればいいんじゃないかというのが、うん、虎ノ門ニュースの最初やったんですよ。 はあはあはあ、その構想から番組開始までって結構詰め詰めだったんですかそうですね僕2014年の8月に、はい、そのシアターテレビジョンに入って、うんえー、でそこから、まあ、会社名変わって、えー、2015年の4月には番組スタートなんですけど、ね、半年ぐらいですか半年ぐらいの間でしたね、はい、で実際そそのの間にその 1>, あの1階のガラス張りのところ、えー、あれただ借りてただけのテナントスペースやったんですけども、はい、あこうまあスタジオに改装して、はい、もともとスタジオ用じゃないんですよあれはあれはもともと、ま、前はなんか喫茶店かなんかやったらしいんですけどあ<ー>そこをまあ無理やりあんな感じで改造して、えーはい、スタジオにして、えー、であの番組のスタッフを集めて、えー、演者さん来てもらって、はい、まあ4月からスタートしたという感じでございます でこの今月号で織島さんが番組開始の本当すぐ数週間前ぐらいにオファーがあってというふうに書かれてるんですけどそうなんですよこれはなかなかこういうでも MC って結構前々から準備するもんなんじゃないかなといういやそうなんですよ、はい、ただもう,もう実際僕入って半年で番組始めてるんですけど、ええ、番組の前だ企画とか、はい、予算承認通っ、ええ、てからって実はね1か月半ぐらいなんですよ。ははいはい、はい もう,もう何もかもバタバタの状態で,いやいやで僕も東京来て東京の,その芸能界とかいやいや全然知らないんで、はいまあ、実は一緒に番組をずっと立ち上げから閉じるまで一緒にやってくれてた制作会社のプロデューサーの人とかにいろいろ相談して米粒写経さん 入ってもらうと米粒す社っていうのを全然存じ上げませんでしたし藤野さんのオフィス来たのですねそうなんですよあの僕も何やわからんまオフィス来たのに行ってであのオフィス来たの方もあの地上波のテレビでもないし dhc テレビですでね youtube で番組ですってそのあの8年ぐらい前 youtube で番組って何なんですか 何一つみんな分からんづくしで僕も説明してこうこうこうでこういう経緯があって DHC という化粧品の会社がお金出してくれますとでんか YouTube で「生放送やりたいんです」「なんやまだ分からん顔してありますけど言うたらんですけどお金はあるんです」って言うてなんとかデじ伏せて入っていただいたという。だからあの当時は 多分織島さんも含め、えー、番組プロデューサーの他の人らなんかも、えー、バンクール持てばいい方じゃないかみたいなニュアンスでみんな考えてはりましたね、えー、結果的にはこの織島さんというまあ米粒社協、はい、MC っていうのがまあ大当たりというかかっちりハマったわけですよねそうなんですよこれが、ね、もう僕狙ってたかのように思われがちですけど、えー、もう思い切り偶然です、はい、どのぐらい僕が何も考えてなかったかっていうと、はい、あのー いまだに言われるじゃないですか。なんであんな人出してたんっていう。あの、ね、お医者さん。申し訳ない。あの人のことも僕知らんかったんですよ。そうですか。とにかく番組なんか立ち上げなあかんわけですよ。で、大阪時代からの、その知ってる。僕の人脈的な、そのお知り合いでいうと、武田邦子先生とか。まあ、青山茂晴さん。参議院議員とか。 その辺りですよ、ね、あと須田さんとかはい、はい、井上和彦さんとかですけどはい、はい、それだけではもういつか埋まらへんじゃないですか、えー、であとなんかそのちょっとテレビ出てるあのコメンテーターの人でええー、人ごらんみたいなんで入っあえてじゃないです、ね、それこそ,そそこまで一定委員会で言う田島洋子さんのポジションとしてなのかなと、はい、そういう意図があるのかなとか思ったりしたんですけどごめんなさいもう全然知らんかったです <laughs> <laughs> まあなんでも映かという感じではありました。えー、あ見たことあるこの人テレビで見たことあるぐらいの感じだったんですよ。<laughs> <laughs> 本当に。あそうですか。だからあのちょっとねあの、えー、問題最初の炎上騒ぎ。 それこそ米粒社協のサンキューツオさんと折島さんが交互司会だったのが折島さん一人になるきっかけになったあの事件ですねはい、えー、あの事件の時、まあ、大変でしたよ、えー、えど,どうしようという感じでしたよあれがでも番組始まってから結構すぐの時でした、ね、5月ぐらい4月に番組始まって5月ゴ <laughs> ールデンウィーク明けぐらいでしたよね <laughs> はいはいはいいや、それはもうワンクールでもうあこ<を>れで終わるかなとか思いましたねはい <laughs> まあまあでもただプロデューサーとしてはねあれ改めて言うとねあの時出てた須田信一郎さんと加山里香さんと司会の三木うたつさんが休憩のコーナーだったんですよ。2時間も番組あるんでねありましたね金魚を見るコーナーありましたよね。ほんでちょっと休憩するところでスタジオ前にわーって見に来てるお客さん青山さんの時は一番多かったんですよ。 それを指して宗教的だみたいなことを加山さんが言って熱烈なファンがねいらっしゃいますからねはいそれに対して須田さんとか三九達夫さんもやや同調するみたいなちょっと乗っちゃったとはいでそのファンの方がおいび青山さんも怒るっていうことになったんですよでまあ僕としてはその表現が適切か不適切かはともかくとしてあの まあ軽口ですよね、えー、休憩中の、はい、で軽口言って本人が怒ったんやったら「えー、ごめんなさい」って言ったらええじゃないですか「えー、すいません」って言ったらええと思うんですよ。はい、で実際あの青山さんのところに須田さんにしてもみんな一応お詫びにあのして一応その,その件に関してはお詫びするということで手打ちにはなったんですよ。はいはい、でまあその件番組で報告しようかなと。 で僕も番組に初めて登場したのが、はい、や,やっぱりそれ折島さんに言わすんとかはい、はい、で MC にもそれ一枚乗っかっちゃってたんで、えー、サンキューさんもそれは責任者として、はい、僕でないかんなというので出演してお詫びすると、うん、だからあの番組でお詫びしたのはそういうことなんですよはい、はい、要は「軽口言って怒られたんですからごめんなさい、はい、すいませんでした」でいいじゃないですか。はい、でもあのの時にその ちょっとやや衝撃的だったが前の日に加山さんがツイッターでなんか番組の悪口とか僕の悪口とかめっちゃ書いてて10分後に消すみたいなのがあった。 乗乗っっ取取らられれたたないとかありましよね私もねあれリアルタイムで見ててなんかね2チャンネルにスレッドが立ってて「加山理花氏逃亡」みたいなそこで僕ねリアルタイムで見てたんでだから山田さんが出てきたの初登場の時もね僕ね自宅で見てましたあれあそうですかありがとうございますその説はあれでちょっと最初話題になったというかそうですねまああの実はねあの一件ってもう終わって話みたいな 昔の話になってますけど実はねあの一件は終わってないんですよ実はあの時に乗っ取られたんすかっていう話になってほなこれ警察用のありませんがなという話になってでどうしますみたいな話になって最後のあの時の指名くくりとしてはじゃあ調べてまたご報告しますという話やったんですよ香山さんの方からねで、あのぜひよろしくお願いしますという歌 後にあのやめますみたいな話になったんですよ。なのでそのご報告まだいただいてないですよ。あれが乗っ取られたのか何やったのか。だからあのその意味ではまだあの話続いてるという。なるほど。何やったんですかっていう話です。まだね時効は迎えてないんで。あの七年月ぶりに待ってる状態です。まあ番組も会社ももうなくなるんですけどなくなったんですけど。一応ボールはあっちにある状態ですね。そうなんですよ。 まあそんなこんな以降ね炎上騒ぎの度に僕も出たりとか、はいろいろ物議を醸してきましたね。えーえー、あの皆さんあのこれそろばん作じゃないですからね、えー、あのもうねできるだけ揉め事は少なくと思ってたのに、はいえー、やればやるほど平屋の前になっていくという大変な、うん、7年8か月でございまして。 って言ってもですよ。はい、あのー、山田さん、ちょっと出たがりなところもありません。そうですね。<laughs> とね、はいで、私ちょっとね。あの陰ながら親近感が湧くのはですね。やっぱりこう、はい、裏方じゃないですか。基本、はい、裏方だけど、まあ、ちょっと出ざるを得ない。いろんな事情があって出て。そうで,すね、でもなんか出るの嫌いじゃないんですよね。そうなんですよ。<laughs> <laughs> まあまあだんだん慣れてきたいうのもあるんですけどねネット見て山田うざいみたいな見るとちょっとへこんだりもするんですけどね嫌いじゃないですこんな話してて大丈夫ですか僕は今日呼ばれたお呼びだいたんで過去の「デイリーウィル」めっちゃ見てたんですけど皆さん賢い話してありますよ。 たまにはこうういがあっても頭にはね中身の乏しい乏しいというかむしろこれ秘話ですからある意味まあね今までなかなかこういう加山里香さんの話とかはねそんなにしてはないんじゃないですか表でまあそうですねまあねやっぱり本社の看板背負ってるからあんまり変なこと言うて物議かもすとねあれですけどまあまあもう終わった番組ですし今申し上げた話もまあそれだけのことですよねうん 何か炎上させるためにわざと入れなんちゃうかとかそんなことないんですほんまにね東京来た時僕はそれどころはないぐらい何も分かってへんかったんですよあでも本当にね謎が解けました完全にもう田島陽子枠だと思ってたんでねはい田島陽子さんええ人ですよ僕は大阪でちょ画面越しにも分かりますそれははいあの四谷三丁目のシャンソンバーみたいなところでたまに あの田島先生ふとうてはるんですよ。僕それ撮影行ったりしてましたからね。普通に喋ってたらもうそういう人ですね。シャンソンショーはいシャンソンショーシャンソンショー新春シャンソンショー新潮シャンソンショーやってはりますはいもうそういう人ですよ。まただあのね政治的な話になったらもう完全にねあのあっち側の人なんでねでもやっぱりこの プロレスがわかる方っていうのは、やっぱ大前提というか。そうですね。すねまあ、委員会なんかで人気あるのは、そういうところですよね、えー。やっぱ嫌味というか、なんか。本、本から憎めないってありますね。ああいうキャラクターが。そうですね。えー、あの、まあ。 大阪の委員会とかって本当に左派の人って出ないですからね読んでも出ないみたいな状況がずっと続いてたみたいなんでねだからそれだけやっぱりちゃんとプロレス史に出てきはるっていうのは偉いと思いますね。ということでねぜひこの折島さんのね「ドタバタ劇」も書いていただいたんで非常に面白い内容になってるんで読んでいただきたいんですがねウィル。なんですが山田さん 今後はどういううい予定でですすかか大阪に帰られるとかそうなんですよもうだから東京のマンションも引き払って大阪帰ろうかなと思ってたんですけど、えーはい、実はその須田さんと武田恒康さんと折島さんと井上和彦さん、えーはい、で、まあ、長谷川幸宏、えー、さんもお礼になっていただいてるんですけど、えー、あの闇鍋ジャーナルのあ,あれ山田ちょっと手伝いみたいな話になりまして、えー、お手伝いをし始めております。はい <laughs> はい。でまああのちょっといろいろあの運営の方がやっぱり大変なので、えーえー、僕それでちょっとお手伝いして、えー、あの闇鍋ジャーナルというのがあるんですよ。<laughs> <laughs> 多分ねご存知の方も多いと思いますけどね。はい。あのでえっ、ー、と今日の収録がこれあの12月の7日でしたか。うん えー、その翌週12日からはあの、えー、ニコニコ動画でも配信始めるのでよかったら皆さんあのチャンネル登録だけじゃなくてニコニコ動画の会員になっていただけるとありがたいなと思うんですがはい、はい、何せあの何イ尽くしからどうも。あの 立ち上げているので、えー、今のところあの、えー、スタッフのギャラも演者のギャラもちょっと満足に払いできてない状況なんですよ。えー、まあもちろん僕今も現状、えー、何もなしでやってるんですけど、えー、なまあなかなかそれでは続かないのでね、えー、あの皆さんのお力をお借りできればなんてことを思っております。はいはい、ではい、あの概要欄にねそのリンクを出してもらうんで、ありがとうございます。ますぜひ。 ヤミナメジャーナルの方も有名 YouTube チャンネルにご紹介いただいて本当にありがとうございますもう50万登録弱まで来てるんです今, <laughs> 今 43C ぐらいですかねすごいじゃないですか山田さんどういかがですかあの,、はい、あのやっぱりこのね山田プロデューサーから見てこの番組、はい、デイリーウィルどういう印象ですかね、はい、いやあのまず山根さん、はい、司会イケメンいえいえこれ大きい いや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 、それは、ね、爽やかですぜ。<laughs> そういうの大事。大事なんですか。はい、大事です。は,あはあ、はい、だってさ、やっぱり、ね、あの、言論人の方とか。えーえー、有識者の方。はい、やっぱり、まあ、あの、そんな、ええ、びじびじのヤングは来ませんがな。やっぱり、私、まあ。なかなか、やっぱり、こう。経歴をと歴史の。ある年齢層は高めですよね、うん。はい。で、その話も当然、いい。 でもあの横で聞いてるのでこう一服の清涼剤があったらねイケメンおったらいいいじゃないですかだからそういう意味では非常にあのこう絵面としてはいいなとは思ってますよ。 なるほど。はい。自信もたれて。ああ、そう言っていただけるなら。レコードデビューとかしちったら変じゃないのそれはちょっとね調子乗りすぎなんでね。怒られちゃうんで私も。上に。いいですよ。あの僕はあの楽しくあのちょっとちょっと見らしもうです。はい。ありがとうございます。いいですよ。いやお墨付きをいただきました。はい。これからどんどん伸びるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい。彼女いてはりまんのいやいないです。彼女いてないんです。独身。 シン彼女いてないなかなかでもこう画面越しにそれを言ってもねどうしようもないというかあど,うどうさ今日はあの僕はね他の方みたいに賢いこと言えませんので <laughs>、えー、日頃は言えないような「<laughs> あの彼女はいてはりません」とかねはい、はい、分かりました<ひ>はい、それも告知いただいてありがとうございますこちらかどうかは知りませんけど <laughs> <laughs> 私の連絡先を <laughs> はい。 いやまあそんなこんなで7年8か月やってまいりましたいや本当お疲れ様でしたありがとうございましたまあ今後はねまた別のフィールドというかまあ同じ業界なんでしょうかねそうですねククレバーを同じ業界で切磋琢磨して何かこうねあの保守言論系のまあ,ある種そのプラットフォームみたいな作れたらいいなみたいなことを思ってますはい、はい、ということで。 はい、山田さんの今後の活躍に期待しております。はい、ありがとうございました、はいはい。ありがとうございました。